フランス一部リーグ1のマルセイユはうつつ、時間31日、日本代表 DF、長友佑都の加入を発表した。ラブ公式サイトで、背番号25のユニフォームを、た、長友の写真が掲載されている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超、1ヶ月無料お試し実施中、2010年から、ヨーロッパ、プレーしている長友は、昨季、2018年から所属する、ラタサライで、出場機会に恵まれず、6月末に計、満了。その後、イタリア復帰の噂などもあった、フランスの強豪マルセイユで、新しい挑戦を、メールことになった。日本代表でチームメイト、DF、酒井宏樹も所属するマルセイユは、リーグは9回の優勝を誇るフランスの名門。フランス勢、唯一。チャンピオンズリーグ優勝経験がある、ラブでもある。近年はパリ・サンジェルマン、一強体制が続くフランスだが、マルセイユは昨日リーグワンを2位で終えており、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。長友はマルセイユで、チャンピオンズリーグに出場すると、イッテル、ガラタサライに次いで、3クラブで、同大会、戦うことになる。9月12日で34歳になる長友。フランでの挑戦にも注目だ。両。